聞いてていいよ。ドアがいいね。いや映画とかと出てくるのと同じだ。お皿が並べてます。もう誰かいると思ったら。うわ、怖い。南極行った船なんだよ。うわ、あのテレビ。うん。これとかもまさに廃墟のホテルと変わんねえよ。辛いだろうな、南極向かうの。
潰れるか分からんけど、ね、もう一生来れないかもよ。でも映画に出てきそうなところな。ゼロかな。南極で行くわけだから。赤道とか。赤道はなあやべえろな。枕とか腐ってるし、ね。船長が恐竜だったらめっちゃ不安だよね。大丈夫かな。もう絶対漢字読めないとかってなるよね。
な湾岸署かな。音を体操させてみたいな。行ってていいよ。この一番でっかい建物、学年の科学館本館なんだけど、実は廃墟です。まあ本館がね、廃墟になっちゃってね。本館廃墟か。そうなんだよ。いや、だっけ、結構追い詰められてるって。この先、準備して投稿してください。東京での。あと、まあ一応オブジェとして、まあ目印とか。しかし本館に比べると別館ってほんとちっこく見えるよね。大きさがこれだけ違うぜ。エヴァンゲリオンみたいになってる。新潟ワンダーワンダーえ夏と今なんて言ったよ。わからんわからないじゃん。これ明日から見えるって。明日はおよそ400m先、東京ワンダーワンダー出口は左方向です。ぶつけねえようにしてるかな。ぶつかってるしね。ほか
およそ300メートル先、東京湾岸アンダー出口を左方向です。大見駅ってさ、あの新潟県のじゃないよな。左すごいね。すげえ。東京タワーがよく見える。今一番高いところだよ。スカイツリーだ。